酒のつまみになる話かなが、風間俊介の真の姿を暴露。丸山桂里奈、長谷川忍、津田篤宏は家族の愚痴をポロリ。フジテレビ系で3月29日放送の酒のつまみになる話、金曜午後9時58分にゲストとして風間俊介、かな、シソンヌ、長谷川忍、丸山桂里奈が登場する。酒のつまみになる話は、お酒の席が盛り上がれば何を喋っても OK というルールのもと、普段言えないような悩みや失敗談、心に秘めた本音を語り合うトークバラエティー。円卓を囲み、それぞれの好きなお酒で乾杯し宴がスタート。番組特製の酒瓶ルーレットでトークの順番を決定する。今回は千鳥、大悟、ダイアン、津田篤宏、ユースケとゲストが他の番組では決して聞くことのできない話で盛り上がる。丸山は自宅で我が子がある理由から裸で寝かされていたことを例に挙げ、自分の子供のことで親と喧嘩になることはありますか？と問いかける。すると、シソンヌ、長谷川は妻の母に対して秘めていた思いをぶっちゃけるが、長谷川のわがままにスタジオからブーイングが起きる。津田も妻の実家で辛い経験をしたことがあるそうで、悔しさも味わったという義実家でのエピソードを披露。さらに、大悟の幼少期のワイルドすぎるエピソードに一同仰天となる。また、カナは2013年の連続テレビ小説、純と愛、NHK で共演し、気心の知れた風間と楽屋で乾杯してから登場。ある動画を見ることが好きだと言い夏菜だが、そんなものが好きな自分は性格が悪いのではないか、と思ってしまうとのこと。目の前にカナがいることで、テレビであることを忘れそうで怖いとこぼしながら参加した風間も、自身を性格が悪いと思ってしまったエピソードを告白。そのテレビ向けの答えにカナは満足いかない様子。カナによって風間の真の姿が明かされる。その他、ダイアン・ユースケの無意味だがやらないと気持ちが悪いルーティン、風間の仕事のスイッチはある？などの話題も。酒を飲みながらのトークだからこそ飛び出す本音トークは必見。